ユーリメスはオランダ出身の男性キックボクサー。ショータイムマイクスジム所属。もともとはスーパーミドル級を主戦場としていたが K1 に出るために体重を落とし、現在はミドル級で戦っている。アッパーを織り混ぜた強烈なパンチのコンビネーションが得意。同じマイクスジム所属の場が、ハリ・メルビン・マヌーフと共に悪道三兄弟と呼ばれる。 左胸に木と漢字一文字のタトゥーを入れている。2009年7月13日の佐藤義美洋との試合を最後に現役引退を表明した。2007年6月23日、K1 ヨーロッパマックス 2008E ウンホランドのヨーロッパトーナメント1回戦でマルコピクと対戦し、判定負け。2008年10月1日、K1 ワールドマックス2008ファイナルで、 初来日。小昼いまきふとししと対戦し、1R に左フックでダウンを奪うと、3R 終了間際に左フックでダウンを奪い小勝ち。2009年7月13日、K1 ワールドマックス2009ファイナル8で佐藤義美洋と対戦し、延長 R1 から2の僅差の判定負け。なお、この試合で現役引退を表明した。ありがとうございます。